前は確か上流だったな。何かあったのか。いや、そういうわけじゃないが。ならさっさと警備に戻れ。いくら楽な任務とはいえ気は緩めるな。怠慢が原因でしくじってみろ。どんな処分が下るかわからんぞ。これをやるからキュッと飲んで気を引き締めろ。ああ、了解した。お前さっき花輪さんと話してたな。俺ら下っ端とは違うってわけか。俺も下っ端だ。この辺に立ってりゃいいとしか聞かされてない。そうか。まあ今夜は楽な仕事だ。一番厄介なのがどう暇を潰すか、それに尽きる。上流か。何かトラブルでも起きたか。いや大丈夫だ、問題はない。そうか、それならいい。我々の任務はいつどこでトラブルが起きるかわからんからな。常に万全な状態にしておけよ。もし体力が低下していると感じたらこれを飲め。ああ、了解した。上流だったな。どうした、何か問題か。何をしてりゃいいのかと思ってな。今は待機だ、楽にしてていい。しかしお前なんか妙に貫禄があるな。前はどこで何をしてた。別に言うほどのことは何も。ま、大道寺にいる時点でいろいろお察しか。お互い様ってことにしておこう。おい、どこに行く気だお前。いや、ただ立って待ってるだけだったんでな。勝手に持ち場を離れるな。この一帯は俺が配置を割り振っている。従ってもらおう。分かった。やっぱあれだな、昔どんだけ偉かろうが年食うと惨めなもんだ。あの堂島の竜でもな、桐生一馬、東条会の元四代目会長。もう3年前か。あんたの死を偽装するとき、実は俺も一枚噛んでいてね。面倒な仕事だったよ。まだ礼を言われてないな。どうした、別に隠さなくていい。俺たちは今同じ組織にいるんだし、たかがヤクザ一人、生きてようが死んでようが実際誰も構えやしない。それより俺は興味があるんだよ。伝説の極道っていうのが本当に強いのか。要は町一番の喧嘩屋さんだろう。例えば俺たちみたいな本物相手でもやり合えるのか。なるほどな。何かだ。持ち場に戻った方がいいのか、それとも喧嘩を買ってやりゃいいのか。俺はどっちでも構わねえ。よし、そう来ないとな。お前、相手がヤクザだからってあんまりいじめるな。少しは手加減してやれ。伝説の竜がそんな弱いわけないだろう。もしそうならこいつこの先どんな顔して生きていけばいい。ああ、本当にそうだな。よーし、いいな。じゃあ最初はゆっくりと右のパンチからいくか。間違っても一発で倒れるなよ。行くぞ。行くぜ。やっ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 。
おい、何やってんだお前ら。ボサッとすんな、この野郎ぶちのめせ。おふん、聞いてたより楽しい仕事じゃねえか。お楽しみだったようですね、皆さん。では、そろそろ持ち場に戻っていただけますか。幸い、トレーラーの到着が少し遅れているようです。皆さんのおたわむれには目をつむっておきますよ。あなたもテクニカルな格闘が板についてきましたね。どうです、合理的に敵を無力化するのは。ストリートファイトよりスマートでしょ。寺ごもりの暇つぶしに覚えただけだ。今の喧嘩もただの暇つぶし。この先の俺の人生もな。喧嘩を生きがいにしてた人の気持ちは分かりかねますね。だったら余計な口挟まねえことだ。ふん、以後気をつけましょう。上流。ん？ええ。はい。ところでいいのか、俺の素性はもうみんなにバレたみてえだぜ。問題ありません。外部に漏れさえしなければ。あんたは時々大道寺って組織を過信しているように見える。組織に完璧なんて求めてもいませんが、それでも東城会よりはマシでしょう。ん？2年前に神室町の浄化作戦で一掃されましたね。都知事は参詣作戦と銘打って。あの時は東城会の会長や幹部たちが真っ先に失踪。今では代わりに関西の近江連合が神室町を乗っ取っています。その引き金を引いたのは東城会の一幹部に過ぎなかった荒川真澄。たった一人の裏切り者によって崩れた東城会は本当に脆弱な組織でした。我々もせいぜい学ばせていただきましょう。一応言うと銃返ってくんな、あんた。ではこれ以上悪く言うのはやめておきます。あなたが組員として人生の大半を捧げた組織ですしね。俺だけじゃねえさ。俺にとって大事な人たちはみんな東城会と切り離せない人生を送ってた。それが煙みてえに消えたなんて、どう言われても実感が湧かねえ。これを言って慰めになるか分かりませんが、うん、ヤクザが大っぴらに生きていける時代はもう終わりました。あなたがいたところで東城会は消える運命だったと思います。今関西から押し寄せている近江連合にしても、いずれは同じ末路でしょう。時間の問題です。あんたの言う通りだった。何がです？確かに何の慰めにもならなかった。それは残念です。トレーラーが入ってきた。予定より10分遅れだ。了解しました。
周囲に異常は？トレーラーを先導するバンが一緒に向かってきてる。問題ないか？トレーラー以外にも車が？ああ、黒いバンだ。トレーラーはその後ろについて走っている。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。止まれ止まれ、こちら。違う客か。おい、こいつは何だ。コンテナにブツはなし。取引は中止。繰り返す、取引中止。現場にいる者は即時撤収。兄貴、こいつが花輪ですわ。おい、手貸せ。行くぜ。さらうのが本当の狙いだったのか。金塊運びはそのための茶番。何者だ。お前まさか。一体何が。考えるのは後だ。立てるか。奴ら、私をさらおうと。でもなんで。花は。ええ、自分の身は自分で守ります。できるだけ。ああ、よく言った。
大丈夫か、花は。生きてるな。ええ、なんとか。怪我は？それより、我々も早くここを脱出しないと。すぐに警察や消防が来ます。我々は、彼らに見られるわけにはいきません。そこまで頭が回ってりゃ大丈夫だ。花輪さん、賊は全員逃げていきました。こちらの怪我人は多数、3人が死亡です。何？そうですか。急げ、もうそこまで消防が来てる。